第6レース内から1番2番3番4番5番6番スタートしました。1、2コース、5コースがスリット先行しました。1周1マークへ向かってインコースから1号艇の松本がまずはコーナーを先取って、2コース2号艇の宮野原が指していきます。後方からは4番5番と相次いで旋回していきますが、指した2号艇の宮野原幸喜、1号艇の松本を捉えてここは差し切りました。先頭に立ってリードは一定し、スタートは前提正常。2番手1号艇の松本、3番手は5号艇の生方浮上で上位体制、現在2番1番5番で1周2マークを迎えます。直線コース2号艇の宮野原が先取っていきまして、リードを広げていきます。1番2番3番4番5番6番スタートしました。1、2コース、コースタートになりました。インコース1号艇の宮野原、2コースは2号艇の佐藤、1マークは1番の宮野原がコーナー先取ってそのまま押し切る体勢。前半終わって、まあ、回転合わせる作業っていうのが続いたわけですか。あ、ちょっとチルと跳ねただけでペラは触らず行ったんですけど。そうだったんですね、はい、後半の方が良かった感じしました。他のメンバーとの比較などはいかがですか。まあいい人と比べてもそんな遜色ないと思います、うん、はい、明日も一生懸命頑張ります。